こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ、こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます、今日は。今日も、体の枝、チェックしてるんですけども、おいくらでしょうか、現在。130円ぐらいですね。130円ね。最近下がり気味ですね、ちょっと。ねえ、なんかこう、暗号通貨のことも、値段、気になるところですけども、恒大グループって中国の不動産屋さんがね。ああ、そうでしたね。ええ。なかなか大きな事件になりそうで。はい。これも、あと、同時に中国の暗号通貨規制もまたあったみたいですけども。ああ、そうですね。なんか、特にマイニングとか、その辺はもうずっと前からどんどん撤退してるみたいですよね。はい。そう、マイニングね。これから10年間で、私たちが持っているこの IT 機器ね、パソコンとかスマホとかの、はい。その、電力需要が30倍になるらしいんですよね。ええー、そうですか。間に合わないですね。そうなると、電気が間に合わないから、うん。その、電気自動車もどうするんだろうかとかね。もちろんマイニングもちょっとね、どうなるんだろうかみたいな。はい。心配があったりするんですよね。はい。そうですね。いやいや、不安は尽きないなと思いますけども。そうです。今日は楽しい話になりそうなのかなと。そうですかね。どうなんでしょうか、ね。はい、ありがとうございます、ね。本当にこういう機会を持っていただいて。こちらこそ。それではまあね、あと1分2分ほどありますけども、はい、体の枝、なんですかね。今日な何ライブって言ったんですかね。体、まあ、ブロックチェーンエキスポ。そうですね。ブロックチェーンエキスポやりますよということで、まあそれを認知して、はい、まあ、まだ、お二人かな、僕と郷さん以外来ていただいている方には、ぜひね、やっぱり行かなきゃなと思っていただければいいかなと思います。うん、はい。はい。まあ、これ、いつもの通り、また明日、YouTube のアーカイブで全配信しますので、まあ、100人ぐらい見てくださるんじゃないかなと。そうですね。ありがとうございます。ね、さっきね、ノクさんっていう塾生さんから、はいはい。体の枝の動画が送られてきたんですよ。はい。それがですね、結構面白くって。あ、そうですか。どういうものかというと、はい。2017年2月の、まあ、出来事なんですけど、はいはい。東京大学の大学院かなんかとね、はいはい。チャールズ・ホスキンソンさんの率いる体の枝グループが、はい。提携して、はい。まあ、何かこう研究を開発するんだっていう発表が、まあ、小さい記事ですけど上がってたんですよ。私もちょっと覚えてたんですけど、はいはいはい。その記事に対して、はい。反応したツイッターの、まあ、様々な方のね、意見だったんですけども、全員詐欺だと言ってたんですよ。ああ、なるほどね。東京大学ともあろうものが、かわいそうにとか、はいはいはい、日本が恥をかきますよとかってね、ばーっと書いてあって、それをまあ、ノクさんがね、読んでたっていう。ああ。まあ、今となったらどう思えばいいのかってことはなんかね、あると思うんですけど、当時はまあ分かんなくても仕方がなかったなとは思うんですよ。そうでしょうね。ちょっとその当時なんて僕まだビットコインすら怪しいと思ってた時期なので。そうですよね。いや、私もね、購入しておきながらプレセールで。なんだこれはと思ってたんですよ。はいはい。返金しろまで言ってましたからね。買わされたかとか言って。はい。はい、このエキスポやるにあたって、はい、その東京工業大学だと思うんですけど、あ、そうですね、はい、うん、東京工業大学とのその提携をやったっていうのがまあその17年にあって、うん、でその後そこの研究室とか教授はまだ活動してるのかっていうのがこのエキスポチームの中でちょっと話題になったんですよ。ほうほうほう、はい。で東工大がまだ頑張ってるんだったら東工大をなんか巻き込んでなんかできないかね、はい、みたいな話をしたんですけど、はい。まだ多少その研究されてる方は、まあ、在籍してることかわかんないけど、研究はされてるという方。はいはい、まあ、IOHK とかと、まあ、席を兼ねてるみたいな、そんな感じの方だったと思うんですけど、はい、そういう方がいらっしゃって、で、はい、まだ、東工大と関係が全く切れてるわけじゃないらしいっていう結論で一応終わったんですけど、うん、はい。はい。で、まだ、エコシステムの絵とか見ると、東京工業大学の、学章みたいなやつがまだ出てきますんで、はい、やっぱり、まだアクティブ、っていう理解でいいんじゃないかなと思いますけどね。ああ、はい。なるほどね。だからもうその時のやっぱり英断がずっと今の結果になってるっていうことなんじゃないかなと。はい。はい。思います。まさしくそうですね。まあ、
いろんなことがあれからもありましたし、うん、体のが上場して、ね、体のことを改めて確認する人もいたりとか、うん、まあ本当、わけのわかんない概念ですからね、ブロックチェーン暗号通貨なんて。そうですね。だから、それが本当に分からずにホールドをしてた人っていうのはまたすごいなと思うんですけど、今日ちょうどはい、プレセールで買ったっていう方にちょっとお会いする機会があって、はい。はい、で、その方も、今日まあリアルにちょっと会ってお話をしたんですけど、はい。やっぱリアルに話せる人がいなくて、うん。もう東京まで行ってやっとちょっとそういう機会があるし、まあ地方だと本当にネットで怪しいっていう話と、まあ、まともな話と半々ぐらいで情報入手してたので、もう不安でしょうがなかったと言ってましたね。はい、ああ、はい。はい。まあ、そんなこともいろいろある、体の枝、はい、ブロックチェーン、その他ですけども、はい、今日はね、改めて、ブロックチェーンエキスポのご案内をいただくということで、はい、脇田さんとお話をさせていただきます。はい、よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。はい。参加いただいている方、ありがとうございます。じゃ、ちょっともう画面をちょっと変えていきます、ね。お、早速いいですか？はい。はい。じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、共有をさして。はい。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってください。参加者の画面を。あ、久保さん、画面共有を今無効になってるので、他の人も共有できるように変えることってできます？これかな？多分。画面の共有の横をちょっとクリックしてもらうと。複数の参加者が同時に共有可能にはしてるんですけど。あ、そうですか。じゃあ。あ、できました。変わりました。はい。できました。はい、はい、できましたね。はい、お、これですか。あ、変わりましたね。今ちょっといろいろ見てやってるので。あ、タグを移動したい、ね。はい、はい。ね。はい。皆さん、ワクターさんから、今回は素晴らしいご案内があります。はい、じゃあ私しばらく黙りますんで。はい、よろしくお願いします。ちょっとプレゼン風になってちょっとダラダラ喋りますけど、よろしくお願いします。はい。はい、こちらにあるのをちょっと見ていただきたいんですけど、ブロックチェーンエキスポっていうのの、まあ、秋バージョンっていうのが、この10月27日から29日にあります。で、幕張メッセで行われるんですね。で、ここのちょっと背景にあるように、いろんなブースがこう出てて、まあ、賑わってる絵があるんですけど、まあ、こういう感じのところが、ブロックチェーンと、あと、こちらに、ありますけど、AI とか、あ、出てこないかな。AI とかね、量子コンピューターとか、まあ、それと合わせて、あともうちょっと他のも合わせて、幕張メッセ広いですから、そこで、こういう展示会がありますよと。で、そこに、カルダノのブースを出そうと思って活動をしています。で、カルダノっていうのは、さっきも、久保さんと話しましたけど、プレセールの頃とか、まあ、そのすぐ後だとか、その頃は、エマオとか、いろんな、カルダノのね、財団とか、まあ、あっちに近い人、あるいは、もう、まさにその人たちが、ミートアップって説明会を開いてくれたり、イベントを開いてくれたりしてたんですけど、今は、まあ、ありながらも、やっぱりコロナで、なんていうんですか、リモートになってしまったりしてね、ちょっとなかなかリアルな、ミーティングがないというような感じでありましたし、実際にこのブロックチェーンエキスポ、秋って書いてあるけど、春っていうのに私が行った時に、まあ、あまりにもね、ちょっと寂しいなと思ったんですね。うん、カルダノの話が誰もしてないと。で、やっぱりブロックチェーンはいくつかあるんですけど、やっぱりブロックチェーンの話題自体が非常に狭い範囲でやっていて、で、まあ、特にパブリックチェーンという言葉をご存知だと思いますけど、カルダノとかビットコインとか、その非中央集権と言われているブロックチェーンっていうのを説明している人が非常に少ないということですね。IBM とか大きな会社が、うちの会社のブロックチェーンを使ってねっていうブースはいくつかあったんですけど、パブリックなね、みんながオープンに自由に使えるようなブロックチェーンを宣伝する人がいなかった。で、まあそれを別の見方をすれば、まあ当たり前なんですよね。自分の会社の宣伝にならないから誰も自分の利益のために宣伝しようっていう会社がいないので、今はまだ、海外ではね、IOHK とかあるところが、まあまだ開発してるんでやってますけど、今日本のこのブロックチェーンエキスポの春では少なくともそういう人がいなかったので、それじゃあちょっとカルダノのファンとして寂しいなということで、まあ秋には、出せないかなと思って、ちょっと活動していて、で、仲間が実際にやろうって言ってる
くれる方が増えたので、今は15人ぐらいのチームでやってます。はい、で、このイベントをちょっともうちょっと説明しますけど、ちょうどここにね、あるんですけど、チャールズさんもこのイベントの中での講演会、セミナーっていうところに来ていただけるようになっていて、これが、ここにありますけど、あ、カーソルって見えてますかね？カーソル、ここの上の、はい、はい、3日目の29日に、あります。なので、そちらにぜひお越しいただければな、ということで、こちら、ちょっとホームページは、まあ、検索でも行きますけど、ちょっと、まあ、行けるとして行っていただくと、ここにチャールズさんの、予定が特別公演ということで、1時45分から2時半ということで、45分もね、結構長いですよ。で、それがあるので、ぜひね、ここに1って書いて、申し込んでほしいな、というふうに思います。はい。ここの主催者に聞くと、どうだろうな、もう1ヶ月ぐらい前、9月に入ったばっかの頃でも400人ぐらい申し込みがあったということで、今多分もっと600人とか800人とかいってるんじゃないかなというふうに想像してますけど、これを特に盛り上げたいなと思ってます。で、実際、ここにチャールさんを呼んでくれって言って、この主催者側にも頼んで、ちょっとこういうふうになったっていうような経緯もちょっとあるので、自分もお願いした立場としていっぱいにしないといけないと思っていて、ぜひ、お越しいただきたいなというふうに思います。はい。はい、で、これがちょっと、あれですね、エキスポの概要です。で、ちょっと、チームがどんな感じで今活動してるかっていうのも探らせていただいていいですかね。はい。はい。よろしくお願いします。はい。すみません。はい。ですね、今、みんなボランティアでね、私もやるよ、私もやるよって言って、手伝ってくれる人が10人ぐらいいて、で、それでその中の一人がこういうふうにホームページを作ってくれて、で、ます。で、その中でもうちょっとね、詳しく、ブースの話をさせてもらうんですけど、今我々のチームの中で、このようなね、デザインに、しようということで、大体決まりました。なので、結構、かっこいいと思うんですけど、かっこいい。ありがとうございます。どう感じるかなと思って。はい。で、あと、ここにちょっとモニターとかつけて、まあ、説明用に使ったり、あるいはちょっとずっと、有名なチャールさんの声を流し続けたりと、まあ、そういう感じのことをやったり、あと、そうですね、まあ、ここに立ち話付けとかあるんですけど、とにかく賑やかな場所にしたいなと思っていて、まあ、ビジネスの関係の方もそうだし、今来ていただいている、エイダホルダーでね、単純に、ミートアップの代わりに、ここ使っていただいてもいいと思うんですよ。だから、本当に、知ってる人もね、に会う確率も高いですし、結構、まあ、YouTube とか、SNS とかで発信されてる方も結構来たりするし、常駐する中にもいるので、そこでね、もうずっと居座ってくれてもいいかなぐらいに思ってます。なので、ぜひ来ていただきたいです。うん。はい。ちょっと、これくらい、ちょっとここまででいかがいいですかね？大丈夫ですか？一旦。はい。はい。一旦。わかりました。じゃあ、共有を一旦落としていただいて。はい。またね、詳しい話を進めていただくのはもうちょっと後になりますけども。はい。こうしてる間にね、参加者の方、ライブの参加者の方増えまして。はい。今、私たちを含めて9人になったのかな？あ、そうですか。ありがとうございます。こんばんは。改めてね、本当来ていただきまして、ありがとうございました。はい。で、ちょっと前後したんですけども、はい。まあ、ワクターさんのことはね、知らない方はまあいないと思いますけども、万が一、YouTube をご覧の皆様の中で、あ、この詳しい人は誰なんだっていうことがあるかもしれませんので、ちょっとご紹介を私の方から、お願いしようかと思います。はい、お名前と年代とご出身と、はい、まあ、速稼塾との出会いなんかをお話しいただければと思います。はい、はいはい、お願いします。私はワクだと言います。出てるのかな、この画面の顔が出るところに出てると思いますけど、和久田修介と言います。で、静岡県の浜松市によりまして、はい、昭和44年生まれの、今52ですね。はい。はい、で、実際、今まで、まあ、職業としては、まあ、静岡とか愛知とか自動車産業が盛んなので、まあ、そこの下請けでね、ずっとやってきたという感じで、まあ、工場とか、まあ、生産設備とか、工場の管理とか、まあ、そこら辺が専門でした。はい。はい、で、久保さんのと、まあ、久保さんを初めて知ったのは、やっぱ YouTube で、久保さんがまあ、いろいろ喋っていて、
で、いろいろ時々、まあ、共感することが、話されているので、はい。なんで特に僕が共感してちょっと久保さんを気にかけるようになったのは、家族との付き合い方だとか、そういうところで、はい、あ、なんか面白いこと言うなって思ってて、はい、で、あと、まあ、投資のこととか、海外のこととか、まあ、いろいろ話されてて、で、結構頻繁に見るようになって、で、あと、FX とかそういう話もされてるので、はい。で、だいぶ見る機会が多くなって、で、まあ、本格的に、一番お世話になったのは、やっぱ YouTube を始めるときに、こんな感じでやったらというアドバイスをいっぱいいただいて、はい、それからまあ、YouTube を続けるようになったという感じですね。いやー、そうですね。その YouTube なんですけども、もうすっかり専門チャンネルに仕上がって、すごい、すごい人気ですね。ああ、ありがとうございます。うん、まあ、1500人登録していただいてありがたいんですけど、はい、まあ、ちょっと専門というほど深くはできないんですけど、はい、まあ、さらっと毎日同じことをやり続けるということで、まあ、自分がインプットを、まあ、していきたいなと。まあ、投資の裏付けを毎日調べるということをやるんだったら、はい、まあ、続けれるだろうなという感じでやってきて、で、それをまあ、そのまま発信すると、まあ、同じような考え方の方に少しは役に立っているのかなという感じですね。はい。はい。いや、やっぱタイトルもね、よくつけたなと。これはセンスがいいですよ。体の中で10万円勝負っていうのは。いいんですかね。いや、むちゃくちゃリアリティがあって。ああ、そうですね。10万円でスタートしたのが、今日はこのぐらいになりましたって、毎日毎日更新してるじゃないですか。はいはい。しかもなんかすごいなんか増え方ですよね、あれは。そうですね。やっぱそれ、最初、まあ、アクセスはなかなか取れないと思っていたので、はい。まあ、10万円が1億になりましたとかって、毎日言ってれば誰が引っかかるだろうなと。はい。それまで我慢だなと思って、やってたっていうところですかね。うん、はい。いや、とってもいいチャンネルだと思います。長さも適当ですしね。はい、はい。それから、まあ、体のニュースもどんどん取り上げられていたりとか、ツイッターのコメントが、結構こう、毎回のように入ってるじゃないですか。はい、ああ、はい。そういった感じで、他のツイッターのアカウントの方のフォロー行ったりとかね、情報そこから広がっていきますんで、はい、はい。むちゃくちゃセンスがいいチャンネルになりましたね。ああ、そうですか。ありがとうございます。もうなんか、もうあれですよ。渡辺美塚さんか、はい、バクちゃんさんか、どっちか、もうすごい心強いみたいな感じですよ、もう。ああ、そうですか。はい。本当、これからもね、はい、続けていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい。で、先ほどね、今回の、10月27から29のイベントのお話をちょっとしていただいたんですけども、はい、まあ、内容はまだまだお話ししたいことがあると思いますけども、はい。はい、今回このイベント、バクタさんが、よし、やっちゃろうかなみたいな。なんか話が来た。お誘いがあったんですかね。それはですね、何もなくてですね。はい。本当に、ちょっとさっきちらっと言ったんですけど、ブロックチェーンエキスポの秋というのがあるんですけど、はいはい、春っていうのに行った時に、はい、本当にブロックチェーンのブース自体が、そんなに20個ぐらいはあったんですけど、うん、全然盛り上がってる感じがなかったですね。ああ、はいはい。で、これだけ盛り上がって、てる、まあ、カルダノだから、誰かがなんか触れてるだろうと、思って行ったんだけど、うん、はい、誰もカルダノの話はしていないと、いうことで、はい、で、まあ、カルダノはこの、まあ、夏に、完全分散化って言って、シェリーって、ハードフォーク、アロンドハードフォークっていうのがあった、うん、アロンドハードフォークがあるか、スマートコントラクトなんだけど、まあ、どん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 こう進化していくって非常に大事な年で、はい、で、まあ、それなのに、まあ、誰も、そのビジネスとしてブロックチェーンを見てるっていう、まあ、少なくともそこの展示会ではそういう感じではなかったんですね。うん、だから、ここで本当にみんながね、もうガーッとイーサリアムの方に行っちゃって、スマートコントラクトは日本中イーサリアムだみたいになっちゃった時に、カルダノの、その、実際に、まあ、アダプションっていうんですけど、その、事業に採用されていくっていうのがすごい日本だけ遅れちゃう感じがしたんですね。はい。だから、とにかくちょっと知ってもらうだけでも相当な価値があるかなっていうふうに思ってて、うん、はい。ネット見てるとやっぱりみんないっぱい発信してるんですけど、まあ私もそうですし、水川さんもそうですし、はい、もう今ステークプールオペレーターの方なんかもうみんないっぱい発信されてるんですけど、だけどやっぱり体の知ってる人の中でしか情報が拡散してなくて、うん、はい。だから、イーサリアムの開発者の人は、体の知らずに、
プロフェッショナルとしてスマートコンタクトを開発してるんですね。ああ、はい。だから、その人たちにあるよっていうのを伝えるっていうだけでも相当な価値があるんじゃないかなと思いました。はい。ということは、あれですか、春にそういうことがあって、この秋につながってるという中で、はい。この夏にほら、ビットポイントジャパンで、あ、はい、はい。体の上場があったじゃないですか。ああいうのは、はいはい、特にご存知なかったってことなんですかね。あ、もう知らなかったですね。知らないですよね。はい。急に来ましたよね。はい。だから、ああいうのがないまま行っちゃったら、本当に無風なまま、秋を迎え、冬を迎えってなる。はい。それが怖かったっていう感じですね。だから、そこに、まあ、こういう上場の話もボンボンと乗ってきて、はい。もう、まあ、火に油を注ぐじゃないですけど、はい。まあ、みんなでこう、加速していってちょうどいいかなっていう感じですね。はい。今、まさにね、波が来て風が湧いてるとこですから、はい。今回はものすごく、こう、ブレイクするんじゃないですか。そうですね。してほしいですね。はい、じゃあ、その、カルダノのブロックチェーンエキスポ、はい、ちょっと続きのご案内とか、あ、そうですね。再度お願いしてよろしいですか。はい。じゃあ、画面共有を。あ、そうですね。じゃあ、またさせていただきます。はい。はい、ですね、今、こちらになっていて、じゃあですね、この中で、まあ、何を、やるかということなんですけど、はい。ちょっとここでは言えないんですけど、まあ、結局、ここに、いろんなモニターを置いたり、カルダノの、説明を書いたりして、はい。あと、マイニング、まあ、カルダノの場合はステーキングっていうんですけど、はい。まあ、そういう事業が、まあ、できますよ、というようなことだとか、うん、いろんなことを説明していこうと思うんですね。はい。我々のチームで行くと、考えているのが大きく3つあって、はい、開発者、本当のガチガチの開発者が来た人に対しては、うん、本当に詳しい人がね、うん、スマートコントラクトはこんな感じでやるんですよとか、うん、あともうカルダノ のプログラムはね、こんなもういろんな教育システムとか、いろんなシステムを揃っているので、はい、そういうのを調べていけばどん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 開発できるんですよと、イーサリアムやってる人はすぐカルダノに移れるんですよとか、そういう話をするような感じでちょっと準備をしていて、それが開発の人たち。で、投資家とか企業家の人たちは、まあ、エイダがね、結構今、時価総額第3位で、だとか、はい、あと、カルダノのステーキングを事業としても、会社の仕事としてね、事業としてできるんですよと、そういう話をしたりだとか、うん、あと、まあ、もう一個三つ目としては、今、例えば、アタラプリズムとかいろんな、アプリができてるんですけど、はい、ブロックチェーンを使ったアプリを使って、例えば、今、アフリカスペシャルって言って、アフリカとか、で、例えば、エチオピアが、もう、学生の500万人ぐらいを、カルダノのそのアタラっていうソフトを使って、学校の成績とか、卒業証書とか、はい、そういうのも、なんだろう、国中で、あるいは世界中で、みんな、この情報が間違ってないね、というのを、うん、もう一回ちょっと検索すればすぐ確認できるというような、はい、いうソフトをね、5年ぐらいかけて、もう国中で整備していこうとか、そういう、まあ、事業っていうか、ね、国とか企業で採用されてるっていうのがあるので、まあ、そういうのも説明したりと、そのぐらいの大きく3つの考え方で、説明できるようにパンフレットを作ったりしてます。はい。はい、まあ、言ってね、ここで何やるかっていうと、まあ、一応そういうのが説明できるように、ちょっと見せ物だとか、パンフレットだとかを準備して、はい、まあ、待機してるっていうおかしいですけど、まあ、そういう感じで盛り上げたいなと思ってます。まあ、どんな方にも対応できる交流の場になってるよってことだと思うんですけど。そうですね。はい、だからそういう話をできる人がいっぱいいるので、うん、はい。もう本当にここで一日通して知らないこととかね、どんどん聞いてから帰ってほしいなと。ああ、いいですね。思いますね。はい。ぶっちゃけですね。はい。ぶっちゃけですよ。はい。開発に興味がある方もいると思いますし、はい、将来性とかに夢を抱いてる方もいると思うんですが、はい。肝心なのは多分ね、この放送見てる方の、うんうん、まあ、少数ではないと思うんですよ。大半だと思いますけども。はい、はい。体って儲かるのみたいなことがあると思うんですよ。ああ、そうです、はい、プレセールで買わなかったからダメなんでしょとかね。ああ、もう直球で聞く方もいますけども。はい、はい。そういう質問も OK ですか、ここでは。あ、OK ですね。OK です。ただまあ、大きな声でプレゼンするとかそういうことはできないですけど。そうですね。だからそのバックグラウンドとして、まあ、これだけ、技術が、多分、周りの他のブロックチェーンよりも技術的にすごいですよっていう、まあ、根本的な、ファンダメンタルのところを理解してもらうっていう作業が一つと、うん、あと、これから、まだ、なんだろう、
技術が、はい、すごいので、どん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 、もうイーサリアムですごいすごいって今言われてる、ここ数年言われてきたのが全部カルダに来ちゃうよと。うん。だから、どんどんトランザクションも増えてって、欲しい人が増えてってっていうのが、まあ、しっくり来るんじゃないかな、というふうに思いますね。はい、うん。で、あと、ウォレットとかね、慣れてない方はやっぱ心配だと思うんですけど、はい、もうそういうのの使い方もね、教えれる人がいっぱいいるので、はい。はい。そこら辺は本当に分からずにやるんだったら、もう来てね、どうやってやるのって聞いてもらえればいいと思います。ああ、そうですね。まあ、カルダノの、まあ、プレセールだろうが、上場後の、購入だろうがね、持ってる人って、おそらく、孤独にやってる人が多いと思うんですよ。ああ、そうだと思います。はい。だから、こういうところに参加していただいて、まあ、はい、LINE の ID を個人的に交換して、いつでもこうね。はいはい、そうです。これが、イベントが終わっても、そっから、人と人とのつながりで、はい。カルダノ教えてくださいとか、復元、ね、パスワードはどこやって保存するんでしょうかとか、はいはい。送信キーワードは、忘れちゃったんですけど、どうすればいいでしょうかみたいなね。はい、そうですね。なんか、ちょっとした一人ではくじけそうなポカをね、はいはい、もう明るく楽しくおおらかに、そうです。やり取りできるといいですね。はい。顔も覚えてってもらったり、あとまあ名刺も、うん、受け取ってもらったり、あとパンフレットとかにも、リンク先とかね、はい、QR コードで貼ったり、いろいろしていくつもりなので、はい。後からでもアクセスできたりするようには考えています。はい、はい。そうですね。うん。まあ、こういうイベントに来られる方ってのは、暗号通貨、ブロックチェーンにかなり興味があるんだけども、情報源がなかなか見つからないよって方、うん、いわゆるね、初心者ながら知りたい方とか、はい、貼ってしまったんだけどよくわかんない方とかもいると思うんですけども、はい、今の説明だったらそういう方も安心ですね。いや、いいと思いますよ。うん、今、やっぱり、私がこうやって、いろんな SNS とか Twitter とか見てると、やっぱり今でも、ずっと持ってたんだけど、ステーキングそろそろ始めれるのかなって言って、ちょっと思い出したように、カルダノに関わろうとする方ってまだ結構いらっしゃって、はい、で、同じようにまた暗号通貨自体も知らなかったから、これからやってみようっていう人もいて、うん、で、まあ、そういう、どんな方でも、もう、ここにいるメンバーなら対応できると思ってますので、うん、ぜひ。本当に。まあ、ネットでね、怪しいとこ行ってなんか悩んだりするよりは、ここに来てくれれば、もう大丈夫です。はい。そうなんですよ。独自に検索すると、親切そうな詐欺にぶつかるみたいなんですよ。ああ、あると思う。同時にした方がいいですね。はい、いいと思いますね。なんか、アテイコーポレーションの元社員ですみたいなのが出てくるらしいですよ。ああ、絶対嘘ですよね。だと思いますね。はい。まあ、アテインを引き継いで仕事やってる人もいるかもしれませんけど。はい。はい。ちょっと、本当に、なんだろう。まあ、ギブアウェイ詐欺は危ないよって、エイダをね、預けてくれれば、ちょっと増やして、はい。普通のステーキングより増やして返しますよって言ってるような人に個人的にエイダを渡しちゃうとか、そういうのはダメだっていうのは結構出回ってますし、うん。あと、アプリがね、似たような、本当に見栄えで、うん、似たアプリを、アップストアからこう、ダウンロードしちゃうとか、そういうのも結構あるので、本当に、ダウンロードするソースとか、自分がアクセスするところが正しいかっていうのは、ちょっと念を入れた方がいいかなと思いますね。まあ、そういう方ともしかしたら繋がっちゃったかもしれないみたいな不安な方も来ていただいて、そうですね、こういう経緯なんですけども、どう思いますっていうのも、なかなかオンラインではお聞きできないことですよね、これ。はい、そうですね。うん、で、そうそう、口頭出ないとやりにくいとこもあると思うし。ですよね。はい。で、まあ私もこうやって喋ってるけど、まあ知識はね、そんなに、ここにいるメンバーでと比べたらない方なので、私より知識いっぱい持ってる方が本当にいらっしゃるので、うん。うん、はい。ぜひ来てほしいなと思います。その、集まるメンバーさんっていうのは何人ぐらいなんです？まあ時間帯によっても違うと思う。そうなんですよ。まあ皆さんボランティアなので、出れる範囲で、来てもらうんですけど、ちょっとここに、まあ、メンバーがあるので、ちょっと開きますけど、はい、ちょっとご紹介いただきたいと思います。はい、お、この人ですか違うな、これどう考えても。どっかが拾ってきましたね。はい。で、これ、まあ、私なんですけど、私の下から、山田さんっていう、これはもうブロックチェーンの会社を岡山の方でやられてる方ですね。岡山、はい、で、このゆうたさんっていう方は、多分一番知られてる有名ですね。はい、有名ですね。で、この方が、に聞けば、まあ、何でもわかるぞぐらいの状態です。はい。で、石川さんという方は、ここに書いてあるね、弁護士さんですので、ちょっとそういうところもいいんじゃないかなと。
で、小野さんは、プレセ、あ、違うか、だいぶ前から入ってる方で、はい、本当にそのホルダーとしてね、もう、長いので、その古い昔の、頃から関わってる方なので、非常にそういう、いきさつとかね、歴史とか、そういうのはね、話を僕はこの方にいろいろ聞くんですけど。おベテランさんですね。はい。で、個人の、コミュニティを持ってらっしゃるので、はい。はい。そういう、ウォレットとかで、ね、悩んだとか、そういう話だったらできるんで。お頼りになる。すごい。はい。はい、で、たけしさんもアンバサダーで、この方もね、本当にそういう同じような話をどん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 、こう、困ったっていうのに対して、こう、回答してるというような方ですね。はいはい、お世話になっております。はい。で、リビさんご存知だと思いますけど。そうですね。はい。SP をされてて、もう本当に、なんですかね、真面目にこう、なんかあればしっかりこう、対応するみたいな、そういう感じで、報告も毎回されてて、その、本当にしっかりした方です、ね。すごいですよね、この方も、はい。はい。で、伊藤さんも、IT の、詳しい方で、はい。ちょっと、なんていうかな、ステークプールを、しっかり説明できる方ということで、うん、来てもらった方ですね。はい。はい。で、くにさんという方は、この方は、まあ、ここにプロダクト企画って書いてあるんですけど、はい、まあ、この方もいろいろ詳しいんですけど、特に最近この方は、ここに書いてるけど、自治体にね、ブロックチェーンを導入しようということで、本当に自治体に行って交渉したりっていうようなことをされてる方ですね。うん、で、あと、このバンブーさんという方は、はい、特に IT エンジニアって書いてあるんですけど、この方もエンジニアで、特にラズベリーパイって言って、まあ、ステークプールを、まあ、運営するのに、結構、まあ、マイニングほどじゃないですけど、まあ、電力もパソコンも結構それなりのものを使うんですけど、うんうん、ラズベリーパイっていう本当にちっちゃいね、コンピューターで、こんなのでもできるんだよっていうのを、はい、この方がね、実証されてるので、うん、そういう、すごいスキルを持ってるので、そうですね、はい、うん。ちょっとそういうマイニングのハードの関係とかはこの方がよくご存知です。うん。はい、で、この五色さんっていう方はこのデザイナーなんですね。だから、この方の、ちょっと後で見ていただこうと思いますけど、この方のね、まあデザインも、ちょっと特典のものとかグッズをね、ちょっと作ったりしてるので、そういうのを反映して、させてもらってます。はい。はい、で、この方もデザインとかあって、あと、SPO で特に詳しい方で、うん、他の SPO をね、指導されたりしてる方なんですよ。はい。なので、非常にね、この方ももう、プロフェッショナルが来ても大丈夫かな、という感じの方。うん、はい。で、こちらの方も、まあ、多彩な方なんですけど、まあ、金融機関とかね、だから、体のが、金融にどうやって関係していくかとか、まあ、そういうこともね、答えれるという感じの方。はい。で、このダオさんって方、まあ若い方なんですけど、はい、ここに DC スパークってあるんですけど、うん、カルドノのエマゴを、はい、まあ退職された非常にもう本当に優秀な技術の方がいて、で、その方が、カルドノの仕事を発展させるために作った会社なんですけど、うん、そこに、まあ日本人の、まあ、一般の投資家とか、一般の技術者との、まあ、橋渡しをするような位置づけで社員として入ったというような方ですね。うん、はい。そういうぐらいの方。まあ、ここに書いてない方もいるんですけど、そのぐらいの方が、やってるので、非常に強力なメンバーだと思います。ああ、すごいですね。私も、身に覚えのあるお名前が何人かいらっしゃって。はいはい、よかったです。すごい、みんなでこれやってるのかなと思ったら、なんかすごい、羨ましいですね。なんかね。そうですか。まあ、私も出資の方ですいません、協力させてもらいますんで。あ、はい、ありがとうございます。少しで、ながらですが、なんかね、お力になりたいなと、遠方から。あ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとその話、出してもらって、ちょっとその話させてもらっていいですかね。そうしましょう。あ、すいません、ありがとうございます。はい。これ全部ボランティアなんですね。はい、今まで他でミートアップ、エマゴのミートアップはエマゴがやってたし、どっかの、いろんなね、主催がやってるとかお金出すことですけど、まあ、これはもうお金なしのところから、まあ、最低我々のこのメンバーの寄付で安くやろうと思って、まあ、そうは言ってもチャールズも来ることになったし、やっぱり寄付ももらって、なるべくしっかりしたものにしようということで、寄付をちょっと募ってまして、まあ、よろしかったらちょっとご協力いただきたいなと思います。で、まあ、鎧でいただくか、まあ、これ私の現金の口座なんですけど、こちらにいただくかということで、ちょっと、まあ、よろしければお願いしますです。で、まあ、ちょっと、金額決めちゃうんですけど、まあ、300円だか、
5万円以上いただいた方は、パンフレットとか、ブースにね、はい、俺の、まあ、印として、ちょっとお名前だとか、うん、会社の名前だとかね、そういうのをちょっと展示しようというふうに思ってます。で、あと、ちょっとね、ここに書いてるんですけど、まあ、記念品を何かお渡しできないかなというふうに考えていて、で、記念品はちょっとある程度決まってはきたんですね。はい。なので、ちょっとそれも見ていただこうと思うんですけど、そう。これかな。高額寄付いただいた方には、まあ、この記念コインとか、タオルとか、ちょっと今、全部にちょっと渡せるかっていうのは、なるべく全員の方に、高額いただいた方に渡そうと思ってますけど、まあ、T シャツ、あとセンスですね。これくらいを渡してきたらな、というふうに思ってやってます。ちょっとまだ予定ですけどね。ちょっと考えてますということで、よろしければお願いします。で、あと、ちょっと話戻りますけど、これをパンフレットとかに載せるのは、ちょっと、もう現行の日程があるので、この土曜日までに、ちょっといただいた方に限って、広告を掲載するという形にさせていただきます。まあ、記念品はもうちょっと後でも大丈夫なんですけど、それだけちょっと日を借り出していただいているという状態です。通じましたかね？すみません。はい、わかりました。大丈夫です、はい。パンフレットに掲載されたりとか、はい、あと、締め切りが土曜日ということなんで、はい、そうですね。私は明日入金というか送金しますね。あ、すみません。ありがとうございます。で、ちょっとね、はい、はい、この300円だと5万円って、釣り合ってないんですね、実は。あ、いや、変わっちゃいましたもんね。そう、そうなんですよ。うん、だから最初この企画を始めたときは、まだエイダが130円とか140円だったので、はい、4万円と5万円ぐらいの感じだったんだけど、はい、今はもう7万円、8万円と5万円という逆転をちょっとしちゃったので。はい。難しいですよね、まあ、ここはね。はい。ちょうどいい方でちょっとお願いできればな。どちらでも大丈夫です。はい。まあ、そうですね。体のが値上がり、これからもしそうなことを勘案すると、現金で行った方がなんかいいのかなって気はしますけど、そこは皆さんの判断ですね。そうですね。はい。はい。じゃあ、この、スミシン、SBI。はい。ネット銀行。ネット銀行。はい。で、みかん支店。はい。の。皆さん。はい。メモのご用意をお願いしますよ。私今メモしてますよ。ありがとうございます。はい。はい、ね、はい。見逃した方はね、またアーカイブで YouTube で見ていただきたいと思いますけども。はい。ちょっとエイダの価値が変わってしまったのは、まあ、さっき、久保さんも、触れていただきましたけど、そこはちょっとね、公表を期すために、エイダの場合は300でちょっと通したいと思います。はい。そうですね。変えずに300エイダか、現金5万円っていうが一つのラインになってるけども、まあ1万円寄付とかでも全然いいよと。あ、結構です。残念ながらここにはちょっと示してないんですけど、はい。これの、そうだな、3分の2ぐらいの方が、5万円未満の寄付ということで、いただいてます。はい。はい、ありがとうございます。はい。多くの人のね、お気持ちが、この体の枝プロジェクトをまた前に進めると思いますので、はい。本当に少ないから恥ずかしいとかね、なんか、気が引けることは全然ないですからね。はい。はい。ありがたいですよね。いや、ありがたいですよ、本当に。うん、最悪、本当にみんな自腹でやるっていうことも、最悪はあるねって言って結構、最初の頃は揉めてたんで。はい、ああ。はい。なるほど。わかりました。じゃあ、寄付の話もしていただいたということなんで、皆さん、はい、ありがとうございます。肝心なところですよ。お金がなければ、世の中動きませんからね。はい、はい。まあ、無理はなさらないでください。無理はなさらないでくださいね。でもね。もう、体のプレセールで買った人は、ちょっと多めにお願いしますよ。ああ、そういう方は大丈夫ですね。はい。ありがとうございます。和久田さんね、今、いろいろと一通りお話しいただいたんですけども、はい。和久田さん、個人でね、体の枝とこう付き合っていて、はい。なんか、あ、これはすごく勉強になったなとか、これはなんかこう、出会えてよかったなって人とか、ああ、はいはい。まあ、なんか、チャールズ・ホスキンソンさんのなんか印象とかね。そうですね。まあ、そういった、なんか全体的な感想があったらちょっと聞いてみたいんですけども、いかがでしょうか。はいはい、まず、投資の面でいくと、うん、やっぱり、5% 複利って、まあ、ざっくり言うとそうなんですけど。あ、ステーキング。はい。5日ごとに、こう、ステーキング報酬が入ってきますよね。うん。で、まあ、いろんな複利の投資だと、例えば、再投資するために、なかなか利益として、
手元にお金を持ってくることってできないんですね。複利運用って言うとずっと手元には来ない。はい。で、単利だと増えにくいっていう、はい。ジレンマがあって、その両方を、兼ねてるのが、このエイダのステーキングだと思うんですよ。ありがたいですね。はい。だから、手元にお金も持ってくれるし、どん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 増え続けもするということで、うん、そううまくバランスを取れば非常に楽しいと、投資案件としても楽しいと思うんですね。うん、はい。はい。で、それと、やっぱりあと、まあ私、まあ、投資以外のことでいいことっていうと、やっぱり、最先端の技術に素人でもこう、関わっていけるっていうのがすごいことだなと思っていて、うん。本当にその、まあ、チャールさんはじめ、まあ、今、カルドナエイドの場合は、まあ、もう、査読をね、受けてからブロックチェーンに反映するっていうことでやってますけど、その一流の人がもう本当に最前線に開発してるのをそのまま、こう、見に行ったり、まあ、使ったりできるというところがすごいですし、まあ、チャールさんみたいな、ああいう、本当にこの技術だけじゃなくて、もう世界を良くするっていう思想を、のもとに動いてる、その、まあ、技術っていうか、開発してる技術っていう、その思想としても十分、関わってる人が満足できるものですよね。はい。だから、そこのコミュニティに入ってるっていうだけで、その満足できるっていうのは非常に、で、しかも投資の還元もあるということで、非常に嬉しい状態かなと。はい。通じますかね。わかります。同じような気持ちを私も持ってますんで、はい、この体のに関われたことがちょっと誇らしいみたいなところがありますよね。そうですね。そう思いますね。だからそれをまあ日本でやっぱり伝えたいと思って情報発信してる人が、うん、まあ久保さんもそうですし、他の方もみんな大体情報発信してる人はまあ投資っていう面と、まあそういう体の自体のその思想とかの、はい、がもう実際にアフリカとか見れば本当にそれの形になってきてるっていうのがわかるっていうところで、その両方でみんな体のを好きになったり発信したりっていうしてると思いますね。はい。はい。うん、まさにこの体の枝ってのは、まあ、個人的に儲けたいっていう気持ちも当然あるんですけども、うん、なんかその部分と、うん、なんかこの貧困とかね、世の中をなんとか底上げしたいっていうのが、同時にこう動いてるっていうのが、よく考えられてるなとかね、さすが、天才数学者だなってところに匂わせますよね。はい、そうですね。まあ、インセンティブっていう言い方はされますけど、やっぱり、はい、我々日本みたいな、その先進国で、やってる人たちも、やっぱり、投資のメリットがなければ、やっぱりここまで体に関わろうっていう人が多くはないはずなんですよね。はい。はい。だから、やっぱりそういうところもありつつの、やることは、まあ、技術的にも思想的にもしっかりしてるというところが、非常に満足のいくというか、うんところですね。うん。そうなんですよ。だから最初はね、私もその、ネットワークビジネスの一環として、カルドネイダっていう暗号通貨っていうのが紹介されてですね。はいはい。で結局、化粧品とかサプリメントみたいなのが売れなくなってきたから、こんなん来たかと思って、ね、最初はね、半笑いでセミナー行ったんですよね。なるほど、なるほど。はいはい。まあでも、プレゼンを聞いてみると、単なるビジネス参加じゃなくて、なんか人類をものすごくこう変えてくれるんじゃないかなみたいなね。はい、そうです。そんな大きなお話だったんで、はいはい。すごくなんか、ね、自分の思想の小ささに、恥ずかしい思いもしたんですけども、でもね、知れてよかったなっていうのがスタートでしたね。はい、そうですね。それから上場なかなかしなかったんで、はい、詐欺かなとも思っちゃったり、検索すればまたね、詐欺だっていう、ふうに言ってる人しか出てこないんで、うん、はい、詐欺なのかなと思って悪い影響を受けちゃいましたんで、うん、私はね、もう検索しないのがいいなと、途中から思い出して、それよりも、なんで自分がこのカルドネーダーをね、ちょっと信じてみようかなとか、一緒に夢見てみようかなと思ったかっていうところに立ち返ると、やっぱこのチャールズ・ホフスキンソンさんが、テッドっていうね、公開トーク番組でお話しされてるのを YouTube で、これ何回も不安になったら見るんですよ。うん。さあ、やっぱりね、例の30億人の。はい、財布ですね。これこれ、ね、これはね、はい、感動してね。はい。だから、この事業で、もし、うん、うまくいかなかったりとかしても、これはもう、後悔がないなと。で、そもそも、チャールさんのエネルギーとか、かけている費用とか、献身的な精神性とかね、これすべてを、こうやって眺めていると、なんと自分はね、小さい金額で、詐欺だなんだ言ってるんだと思ってね。
はい、わかりました。もう、こんだけ優秀な方でお金もいっぱい持ってる方が、はい、なんでこう、もう昼夜を問わず、一生懸命開発をしていくのかっていう、はい、そうですよね。すごいですよね。自ら動きまくって、はい。はい。自らブログ書いて、ツイッターして、なんか、気さくにライブ放送で、はーいとかで喋ってて。はい。すごいです。ねえ、もう、こうやって、カルドネイダが、上場して、まあ、2017年上場ですから、あれから5年ぐらい経ちますけどもね。はい。その間に、いくつの、第2の、カルダナイダーですよっていうプロジェクトが出ては消えたか、本当に。あ、そうでしたね。はい、第2のカルダナはなかったということですよね。まあ、いらないんでしょうね。いらないですよね、もう。できちゃうと。はい。これだけ腰の入ったプロジェクトがあれば、もう、次の時代には、もう十分耐えるし、あと気になるのが一つね、量子コンピューターの体制があるっていうふうに言われてましたけども、はい、やっぱ量子コンピューターももうね、なんかそんなに遠い未来じゃなく、我々の暮らしに入ってくると思うんですけども、はい、それについては枠田さんなんかこう、ご存知の方があったら教えていただけますか？まあ私別に、まあ正直詳しくないんですけど、まあもともとホワイトペーパーにも、いずれ量子コンピューターが出てきたときに、あの、今のこの暗号で保証されている部分が危うくなることはもう分かっていて、はい、で、今の楕円曲線暗号っていう暗号の仕組みから、例えば格子暗号とかっていうのに変えてきて、もうちょっとセキュリティを上げたりっていうのはもう構想に入ってるよってホワイトペーパーにも書いてあるので、はい、だからもう今、あの、表には出てこないけど、もうそういう開発とか研究っていうのも、もう着々と進めてるはずです。はい。なので、安心していいんじゃないかな。で、チャールさんも、時々 AMA でそういう質問が来たときに、あの、それがね、出てくるってことは、まあ、結局それもだんだんコーチになってくるのは、まあ、それを見ながら、だんだん開発していけば、あの、対応はできてくるというふうに考えてるし、今も、もう、考えてやってますと、時々 AMA で言われてるので、うん、そう簡単に、急に量子コンピューターがちょっとなんか開発しちゃったから、エイダーダメになっちゃったっていうのはないと思いますね。うん。なるほど。いや、でも、それだけ話せれば、十分じゃないですか、今のところ。その、量子コンピューターっていう概念が、まだね、うん、多くの方には縁遠いですから、うん、私も最初ね、量子コンピューター体制があるカルドネイダって聞いて、まあ、なんだそれだと思いましたけども、うん、まあ、時代は変わると確かにね、この量子コンピューターになる処理速度の恐ろしい速いものとか、まあ、電気代にも配慮したものがね、うん、利用電力もかなり、軽くなるみたいなんで、多分、うん、まあ利用されるでしょうね、量子コンピューターも。まあ出てくるんでしょうね。で、それでね、今回、その、まあ多くの方の関心事っていうのは、開発でもそうなんですけども、おそらく、ステーキングで5日ごとに振り込まれてくる報酬だと思うんですよ。はい。ステーキング報酬ね。はいはい。本当になんかね、ステーキング報酬、エポックが切り替わって入りましたとか言って、次の日になったら、またなんかあと3日4日に来るぞみたいな感じで。そうですね。なんか押し寄せてくるんですよね、報酬が。まあ、久保さんたくさん持ってるから、ちょっともうなだれのように入ってきてどうしよう。よだれてますよ、これ。なんか。消えないでくれよとか思いますからね。うん、これ、詐欺られたら痛いですよ。そうですね。だから、まあ、適度に、まあ、あの、報酬以外もそうですけど、適度に利確して、はい、やっぱり、それを、まあ、喜んで使っていくっていうのも大事じゃないかなと思いますね。まさにそうですね。それは大いにあります。うん、なんか、総理総裁もこれから変わってですね。そうですね。なんかその、金融所得課税がなんか 10% も上乗せされるみたいな話も出てますか。はい。だからまあ、ルールが本当にどんどん変わってっちゃうっていうことで、危機感を持ってないといけないですよね。何があるかわかりませんけど、はい。うん。はい。よく変わりますよね。知らないうちに、知らないうちってことはないですけど。まあ、そうですね。情報もいい。よく更新されますけども、全部をチェックするのは難しいですから。そうですね。いつの間にかって感じはありますね、確かに。はい。うん。ところでね、そのステーキングなんですけども、はい。ステーキングプールに委任をお願いしないと、これができないと思うんですよ。はい。で、枠田さんがお持ちのステーキングプールを紹介してもらえると、はい。今日この動画を初めて見て、カルダネイダーちょっと持ってるんだけど、もしくは、買いたいんだけど、方のお役に立てると思うんですけども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、私もね、あの、ちょっと、力がないんですけど、まあ、それなりにステークプールっていうのをちょっとやらせていただいてます。うん、あの、ステークプールっていうのは、これ、こんなにね、いっぱいあるんです、世界中に。で、ここに、
はい。3000個あって、まあ、機能してないのもあるので、まあ、機能してるのは2800とか2700とか、そのぐらいだと思うんですけど、うん、で、私の、まあ、名前だけ入れると、まあ、AID って言って、AID1 っていう名前にしたんですけど、はいはい、まあ、いろんなところにね、寄付してなんか助けたいっていうことで、エイドっていうふうにちょっとしてみました。はい。で、まあ、こういう形でブロックチェーンでちょっとブロックを少しずつ作り出して、今22個できてるということで、はい、ちょっと委任を13人の方からいただいてます。で、この、まあ、こういういろんな見方があるんですけど、これで、行くと、ちょっと私のホームページに行きまして、はい。で、まあ、私が、こういうホームページで、私のこととか、今、YouTube で私がここでやってますとかですね。はい。はい。これ私のページに行くんですけど、で、まあ私は今、エイドっていう名前にしたので、少しね、儲かったのをこういう寄付に使っていきますということで、うん、やってますので、で、私としては、スキルがない分を、まあ、こういう寄付をするということだとか、あと、もし、ブロックができなかったりしたら、まあ、できた、はい、同じぐらいのね、分を一旦お返しして、皆さんの、その報酬がね、平均より低くなってしまうっていうリスクはだけは避けようというふうに、ちょっとやってます。うん、なので、ちょっとまあ、それでいいなと思ったら、ちょっとぜひお願いしたいなと思います。はい。よろしくお願いします。そうですね。ここはでも肝心なところですからね、今日、カルダナエダってものを知って、もしくは、ステーキング今までやらなかったけど、やってみようかなって方にはちょっと朗報なんですけども、カルダナエダこれから、まあ、購入をね、進められると思うんですよ。この動画見てらっしゃる方も。もうぜひね、ステーキングをしていただきたいと。5日ごとに、ウォレットから体のエダを出すわけじゃないんですよ。そうですね。ね、ホールドしてるのは、ウォレットに入れてるのは一緒ですもんね。そうです。ステーキングしようがしまいが。はい。その中でどれを選ぶかって決めるだけですね。はい。はい。もう本当になんか誰かに預けたりとか送金したりっていうことを一切なく、1A だからできて、しかも、ステーキングしたところで、別にカルダネーダ使いたければ使えばっていう、取り出すこともできるというね、何の拘束もないんですよね。そうですね。だから自分で持ってるのを、誰かが、まあその分を使って、自分は技術が持ってないので、技術を持ってるステークプールオペレーターの人に、じゃあ自分が持ってる分の、ブロックを生成する権利を、まあ、あなたに託すので、うん、権利だけはあなたに託すので、あなたはブロック、その権利を使ってブロック生成して報酬を得たら私にも返してねっていうのが、うん、まあ、基本的な考えでいいと思いますので、うん、誰にやってもらうかだけを決めるという形ですね。そうですね。まあ、本当に、委任をするなら、まあ、よく知った人がいいと思いますんで、私からも勧めさせていただきます。はい、ぜひね。はいエイド1で。そうですね。お選びください。ありがとうございます。はい。そうですね。報酬は、5日ごとに来るんですけど、はい。どのプールにおいても、少しずつこう、ばらつくんですね。はい。で、この委任料っていうのが、まあ、多い方は5000ぐらいあって、まあ、少ない人は、まあ、加減、うん、まあ、ゼロまであるんですけど、小さい人は、ばらつきが多くて、はい。ブロックできる数とか、まあ、報酬のばらつきが多くて、それが大きいんですよ。うん。だから、それだけちょっと、把握していれば、まあ、触れても、まあ、また大きいとこもあるし、小さいとこもあるんだなっていうふうにちょっと理解していただければいいかなと思います。で、あまりに、まあ、私の場合はあまりに小さい方なので、ゼロになるっていう場合があるんで、その場合は、実際自分の持ち分をお返しすると。まあ、いろんな方が、この小さくてブロックを作りにくいっていうリスクに対して、まあ、キャンペーンをやったりね、まあいろいろ工夫されたりしてるんですけど、まあそういう、私はちょっとそういう、できなかったときは、できた手でお渡しするというような形でやってますので、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあね、ご視聴中の皆様、ぜひね、エイド1で、はい、体のステーキング、委任してみてください。はい。若田さん、責任を持って、はい。見ておりますんでね。はい。うん。いや、いいですね、こういうふうに、ステーキングをね、しっかりと案内してくれて、はい、責任を持ってお預けできる。お預けっていうのも変ですよ。委任ですからね、はい。預けないですからね。そうですね。預けないです。預けもしないですからね。そう、だからね、イメージしてほしいのは、まあ僕のホームページにも書いたんだけど、はい、ビンゴカードをね、みんなたくさん買った人はたくさん持って、ちょっとしか持ってない人はちょっとしか持ってないと。はい。だからたくさん持ってる人は当たる確率が多いので、当然報酬も多いと。うん、で、だけど、ビンゴカードはみんな自分では、
めくれないので、誰かめくる機能とかスキルを持ってる人にビンゴカードやってもらうと、はい、穴を開ける作業を、はい。だけど報酬は俺のビンゴカードだから俺にちょうだいねと。そういう感じでイメージしてもらえると分かりやすいかなと思うんですけど。分かりやすいじゃないですか。はい。はい、ありがとうございます、はい。はい。あとね、私の方から聞きたいことはもう出尽くしたかなと思います。まあ、聞こうと思えば、ね、いくらでも聞くことができるんですけども。まあ、この限られた時間ではもう、今のところ十分かなと思いますけども、はい、和田さんの方でお話しそびれたことなどまだございます？そうですね。やっぱり、ちょっと私 YouTube やってて、時々コメントをもらうのが、やっぱり上がりそうで上がんないよねって言って、ちょっとやっぱり上がんないことに対するジレンマというか、はい、特に、100円を超えてからとか200円を超えてから買った方とかはやっぱり今心配でしょうがないと思うんですね。うん、はい。だけどまあ、上がるかどうかね、誰にもわかんないんだけど、まだ体のエイダは開発中で2025年ぐらいまでこうやって開発していくんだっていうのをこの間のサミットで発表したばっかりなので、うん、まだ本当にこれからイーサリアム超えと言われてイーサリアムを超えるのはまだこれからだし、ブロックチェーンの方にみんながね、注目し出すのはまだこれからなので、うん、のんびり構えて、うん、まあ安心しながら、まあエイダの情報を得ながらね、ああ、これすごいなと、まあ社会が変わっていくのも含めて、自分のエイダも上がればいいなって、ゆっくり構えていけば楽しめるし、まあ結果的にもちょっと儲かるんじゃないかなと思います。はい。まあ重要なメッセージですよね、今のは。多分体のエイダご購入された方っていうのは、それが、のは値上がってね、得するのか、値下がって損するのかって、これは戦々恐々としてると思うんですよ。で、当然ですけども、200円前後で買った方もいらっしゃると思いますしね。冷や汗もんだと思うんですよね。300円って方もいらっしゃると思いますからね。はい、思いますね。はい。だから不安になれば、私はね、ちょっとね、お話したいことがあるんですよ。カルダナイダを持っていて、もしくは投資に参加していて、これ元本割れするんじゃないかなって不安になる方ね、やることはあるんですよ。うん、基本的には待つだけなんですけども、今回のカルダナイダの素晴らしい情報を人に知らせることによって、うん、あ、じゃあ買おうかなって人が生まれてくれば、購入者が増えれば値段上がりますからね。あ、そうですよね。はい。不安に感じていて何もしないとか、不安だからカルダナイダちょっと心配なんだけどって書き込みしちゃうっていうのは、これは得策じゃないですよね。あ、そうですね。はい。そう思いますよね。うん、もちろん信じてもないことを信じさせるために嘘をつけってことはないですけども、うん、これ、やっぱりロードマップも公開されてますし、今までどういうスケジュールが実現してきたかってことを、つぶさに見ていけば、はい、非常に、まっとうにやってきてるってことと、あとこれからの将来性が、きちんとね、もう今度詰め将棋みたいに一歩一歩進んでるのがわかると思うんで、漠然とした不安を抱えるんだったら、しっかりとした現状認識と学習をすればいいかなと思いますし、はいはい、まあ、どうしても勉強するのが苦手な方はね、エキスポの方に行っていただいて、不安な気持ちを、和田さんはじめスタッフの方にね、お話しすると、大丈夫だよ、ね、こうだからさ、ああだからさっていうふうにね、そうですね、聞けると思いますんで、ワクワクすると思いますよ。はい。ね。そういう、はい、同じようなことを考えてる人がいっぱいいるので、そういうところで安心してもらうっていうのも一つの手じゃないかなと思いますね。はい。はい、まさにそうですね。はい。じゃあ、このぐらいですかね、今日はね。はい。ありがとうございます。今日結局、11人ぐらい来てくださったのかな？あ、そうですか。ありがとうございます。はい。まあなんかいなくなった人もいますね。9人になって、はいはい、いなくならないでください。はいはい。まあでもね、ちょっといささか難しいところもあるのは未来の技術なんでこれは仕方がないと思いますけども、はい、もうでもこれね、現在進行形で動いてますし、うん、実際プレセールから関わった私が本当に自信を持ってお話したいんですけども、すごい値上がりにしましたね。1000倍とかになってますね。そうですよ、今、コンマ2円とかコンマ3円でプレセールの方買われてると思うので、はい、今の200円とか300円っていうのは1000倍なんですよね。もう僕も今日ちょっと、ああって改めて思ったんですけど。うん。みんな送り人ですよ、これ。そうなんですよ。だから、後から入った、このね、もうこの辺、これだいたい5円とか10円の線なんですけど、これが、この間の、なんだ、2021年、2020年までに買った人、うん。は、もう、ここからここまでこう伸びてるっていうことですから。はい。はい。この時に変えた人は非常にラッキーだし、まあ、ある意味ね、頑張ったというところもあるでしょうね。うん。
凄まじいですね、これはね。凄まじいですね。だからまあそういう、なんですか、まあわかんないところに入っていっていろいろ情報を得るっていうのも、まあそれはそれで新しい世界を見れるのは非常に幸運だし楽しいなっていうのはありますね。難しいですけど。はい。はい。はい、どうも、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。またね、こういう機会設けたいと思いますけども、はい、とりあえずは、寄付を忘れないように皆さんね、私もしますんで。ありがとうございます。はい。はい。はい。本当に来ていただいた方、ありがとうございます。まだエイダー持たれてないし、どんなことかわかんない方も、いらっしゃると思いますので、ぜひね、来て喋ってくれれば、会話していただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。そうですね。本当に、人と人を触れ合うことで、不安は解消され、はい、希望が出てくると思いますので、はい、今日もそんな機会の一つになっていただければ幸いでございます。はい、ありがとうございます。はい。では、綿さん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。皆さんも、はい、じゃあ、おやすみなさい。はい、ありがとうございました。失礼します。